こちら、葛飾亀有公園前発出所こちら、葛飾亀有公園前発出所こちら、葛飾亀有公園前発出所は、秋元治の漫画作品。こちら、葛飾亀有公園前発出所を原作とした、アニメ作品。1996年6月16日から2004年12月19日まで、毎週日曜日19時19時30分に、 フジテレビ系列で放送されていた TVSP を除いた話数は全344話当初は1996年6月23日に放送開始予定で雑誌にも告知されていたが放送開始日の2週前の1996年6月2日に前番組キテレツ大百科実質の最終制作話ルルル未知からのメッセージが予定の変更で 制作中止となった影響で、スタッフはそのまま、こち亀の第1話の制作に移行し、1週間繰り上がりで放送開始となった。全、番組、キテレツ大百科と同じく、特番やプロ野球中継のため放送休止になることが、たびたびあり、月によっては1回しか放送されない時期もあった。八年間の放送の平均視聴率はント、最高視聴率は、 tvsp11 弾、ヨーロッパ王弾、霊コ救出大作戦、第277.278は、お日の散々誕生日、両津と両津の19.1%だった。アタックナンバーワンから、この放送枠で約35年継続していた朝通り、形成作枠としては、本作が最終作品となった。 レギュラー放送終了後も2005年1月3日から2008年10月。2009年以降は、ドリーム9枠の新設及び同時間帯が、ワンピースに一本化されたため長らく放送されていなかったが、2016年に、原作連載40周年記念として8年ぶりに放送された。詳細は、こちら、葛飾区亀谷公園全覇出所ザファイナル両津、漢吉最後の日を、 参照2020年現在はスカパーのアニメチャンネルアニマックスで不定期に過去の作品が放送されているほか FOD でも配信されているアニマックスでは字幕放送も行われており両津が黄色玲子が水色中川が緑それ以外は白で表示されている2021年1月からは BS12 のアニメ26枠にて tvsp エピソードが放送されている。口述の通り、レギュラー人に多忙なタレントがいたこともあり、国産アニメとしては、稀の収録前にリハーサルビデオを渡し、アフレコ当日はテストを経て、本番を行うスタイルだったという。2001年に視聴率を盗んだ男を放送した際に、予告映像でギャグとして、視聴率調査の機会がある方は必ず見てね。のテロップを出したところ、 ビデオリサーチから連絡があったという。本作は多くの点が原作から変更されており、特に暴力シーンや暴言などの過激なシーンはカットされるか大幅に差し替えられている。また、両つの性格も原作と比べ穏やかとなり、警官として真面目に仕事をする場面が強調されていたり、子供に優しく接するシーンも多い。原作初期の頃の中川と玲子も、 両津並みにはちゃめちゃだったが、アニメでは当初からまともな性格となっているなどキャラクターの設定が一部異なっているところがあり、単発ゲストキャラの設定や性格が原作と異なることもたびたびあった。また、原作を再現した場面も両津以外は違う人物に変えてあることが多々あった。原作において実在の商品を扱った話は著作権の関係で、 アニメ化されず、実在のものや時事実について、登場人物がうんちくを語る場面は、原作と比べて極めて少ない。原作同様、両津が悲惨な目に遭うオチが多いが、原作と違って両津が、なんて大嫌いだ、もうなんてこりごりだと最後に手を割ることが多々、あった。大原がオチに関わる時は、原作のように過激なお仕置きをしたり両津の悪事が、 露見した後に武装して発出所に乗り込んだりすることは少なく、最後に逃げる両津を追いかけ回すか叱ることが大半だった。アニメオリジナルのキャラクターも多い。中でも、両津と対立する不景のリーダー格という設定のキャラクターが、サおトメリかから小町となおこのコンビに変更され、その対立も原作ほど過激かつ陰湿なものではなくなっており、 共闘するエピソードも作られている。ボルボや、サコンジ、テライやホンダ、小崎模型店の主人など原作より、出番が増えた人物も多いが、逆に、サオトメリカやゴショカ河原ノのように原作より、出番が減ったか、アニメ放送時までの原作では登場したがアニメでは、登場しなかった人物も何人かいる。原作のボーナス争奪戦は、アニメでは、毎年のシリーズ化になり、 1996年から2003年まで8回にわたって制作された。1996年は原作と違うボーナス争奪バトルというタイトルだったが、1997年から原作と同じボーナス争奪戦の後ろに数字がつくタイトルになった。元となる原作エピソードは原作初期のエピソードからアニメ終了時期にコミックス化されたエピソードまで幅が広い。 アニメ末期の2004年放送時の元になった原作エピソードはほとんどがコミックス第100巻以降に収録されたエピソードである。ただし、霊子登場以前となるコミックス第11巻以前のエピソードがアニメ化されることは極めて少なかった。なお、第142巻から第200巻収録分のエピソードはレギュラー放送終了後にコミックス化されたため、当然ながら、 アニメ化されていない。アニメオリジナルストーリーは、初期では極めて少なかったが、中期から若干増えている。レギュラー時代の TVSP は1997年から2002年までは、原作のエピソードに脚色を加えた内容であったが、2003年春以降はすべてアニメオリジナルである。t v s p 四弾、ダイハード、両津勘吉は二度死ぬでは、同じ作者の別作品。 ミスタークライスのエピソードが登場人物を変えた上で流用された。アニメは原作と別の流れなので、キャラクターの登場する順番も異なる。放送時間の都合で、ほとんどのエピソードは原作の無関係なエピソード。しかし、ごく稀に原作に忠実に沿ったエピソードもあり、A パートと B パートで別々の短編を放送したこともあった。 原作は40年間連載されていた漫画のため、舞台となる年代も様々であったが、アニメでは放映当時の現代である1990年代後半以降の時系列に変更、統一されている。1997年のポケモンショック以後、各局のテレビアニメでは番組冒頭で視聴者向けに部屋を明るくして、テレビから離れて見るようにといった趣旨のテロップを流すようになったが、 本作では、第87話より、登場人物が合唱して、手、手、テレビを見るときはヘアを明るくして離れてみてね、という注意を促し、オープニングが、黙って、俺について恋の時は20世紀フォックスのロゴをモチーフとした注意ロゴの前で、両津が視聴者に口頭で注意を促すというユニークな手法を取った。監督の高松真二はこの手法を取った理由について、 テロップが本編にあまりにも無配慮に流れるのが嫌だったため、アニメキャラクターによる勧告を制作したとしている。初代監督の安美哲夫は初期の一クール分のみ担当した。規定列大百科の後番組だったこともあり、当初は定年霊奏を狙ったギャグやオリジナル展開が多く、原作ファンから不満の声が上がっていたが、安美はもともと短期の予定であり、 不評のために降板したわけではない。休みは、コチカメ以前の作品では、ズルピカハゲ丸くんや、おぼ、ちゃまくんなどを手掛けており、幼児、小学生向け作品を得意としていた。人気が安定してきたのはかつて、勇者シリーズの一部作品や、機動新世紀、ガンダム X などのサンライズ作品で監督を手掛けた、実績がある、高松真二に交代した頃であり、 原作よりも大げさなアクションシーンやギャグなどが大いに受けた。高松は、こち亀での功績がジャンプ編集部から評価され、銀玉のアニメ化の際に監督に指名されている。当初はセルガで制作されていたが、第122話から第148話までは一部のエピソードで、デジタル制作が試験的に開始され、149話からデジタル制作に完全移行した。 例外として TVSP8 弾はセルガで制作された。作画もシリーズが進むにつれ変化しており、セルガ時代、特に1996年から1997年の間は作画の変化が激しかった。デジタル制作化以降はほぼ変化はなくなっている。1996年放送分はアイキャッチがなく本編の最後に警察を意識して、 本日の被害と題して、その回の中で、両津が壊した物品の一覧を紹介するコーナーがあったが、1997年1月以降は、アイキャッチが作られたため、本日の被害は時間の都合上廃止された。アイキャッチは、当初、原作の扉を意識した各キャラと車のツーショットが多く見られた。デジタル回口は放送当時の出来事を反映したものや、その回に、 関係のあるアイテムに、両津のつながり眉毛をつけたもののアップが映されていた。特にレモンは、ギボシレモンが主役を務める回には必ずと言って、いいほど使用された。また、カキは、両津の顔のデザインの花火、陶器は、両津の雪像のアイキャッチが流れていた。アニメのサブタイトルの画像は1996年は、敬礼している、両津和との画像。 1997年は自転車に乗っている両津とそれを追いかける中川、玲子、大原、本田、犬の画像。1998年から2000年中期までは青色の画面で両津の顔のアップの画像。デジタル化以降はたくさんの両津の顔の浮き彫りに加工が施された画像。終盤はその回の画像がパズルのようにバラバラになっており、それで ピースが組み合わさって完成するような形になった。一時的に1998年の第86話から第90話まではその話に関係あるもの、主に背景が画像になっていた。また次回予告は第100話まで ED の前であったが、第101話以降は ED 後に流された。基本は両津がナレーター、タイトルコールをし、よろしくな、と言って締めるが、 話の主役が、両津以外の場合、そのキャラクターが担当する。第234話 B パートの、住人と色、色では、原作者の秋元治が、乃木基本三代名義で、絵コンテを担当している。キャスティングに、ネルケプランニングが関与していたため、ラサール石井や森尾由美などのタレントや、竹本英史・や木内秀信、前田剛といった若手声優の出演が多かった。 ラサールが所属するコント赤信号からは、ギボシナツハルと役で、小宮高康も出演しており、劇場版第2作では渡辺正幸もゲスト出演している。1985年版でレギュラーキャラを担当した北村光一、土井美香、神谷明は、今作では別の役で出演している。また、初期にはまだ無名だった頃の坂井雅人や八島知人も出演していた。 ただし、酒井の演じた白鳥玲二役は2002年から和田里氏に、八島の演じた佐藤正夫役は、第43話から渡辺秀幸にそれぞれ交代している。その他キャラの声優については、こちら、葛飾区亀有公園前派出所の登場人物を、参照主題歌は、こち亀の世界観を意識した歌詞を含むアニメソングや、有名アーティストとのタイアップ曲まで幅が広い。なお、 TVSP の際は、オプットの片方、または、両方が流れない場合がある。また、同一放送日に複数話が放映された際にも、オプットは1放送につき1回ずつであるため、オプットが存在しない、話数が発生している。OP で最も長く使われたのは、黙って、俺について来いであるが、葛飾ラプソディは、道島公平バージョンと、やむやむバージョンを合わせれば、 こちらの方が長く、番宣 CM でも使われていた。逆に一番、短かったのは、こちら亀座の女で、わずか9話しか使われなかった。夏が来た。渚の女王様より著作詞へすすの、作曲、ダニー・ハミルトン、編曲、西脇達也、歌、女王様仕様、第1話第12話。テレビ放送時の OP のクレジットでは、夏が来た。でなく、 渚の女王様と表記されていた。エブリバディキャンドゥ作詞、山本なるみ作曲、編曲、秋元直や歌時をしよう。第13話第35話 SP 回 SP1。DVD では SP1 の OP はカットされている。葛飾ラプソディ作詞、森幸之城作曲、道島公平編曲、中山つとむ道島公平歌、 道島公平使用第36話第135話 SP 回、SP4SP23SP24SP27DVD では SP4 の OP はカットされているなお映像中で両津に追われている男のモデルは原作者の秋元であるこちら亀座の女作詞作曲ツンク編曲小西隆を歌 山田治とハローナイツ仕様、第136話第144話。山田治とハローナイツは、小宮高安の呼びかけにより結成した、星屑の会プロデュース公演、星屑の街、山田治とハローナイツ物語に登場する架空のユニット。出演者である、太平三郎、渡辺明、伝々、勇ソの香る木、ラサール石井、小宮高安が参加。 本編では9話しか使われず、コチカメの OP 曲の中では最短の使用期間であった。おいでよカメアリ作詞、ラサール石井、作曲、編曲、サハシトシヒコ、歌、両津貫吉とコチカメウィン合唱団使用、第145話第191話。使用期間中の数話の OP で曲の途中を省略するバージョンが放送された。 ED 曲として使用されたことも多いほか、番組後期の提供クレジット用 BGM としても流用された。また、この OP からデジタル制作となった。黙って、俺について来い。作詞、青島幸夫作曲、萩原明翔、編曲、池田孝春、歌、天道よしみ使用第192話第299話、SP 回 SP13SP15。SP 初仕様となる第192話では OP の前に天童よしみに告示したキャラクターが発出所を訪れるミニドラマが挿入された。顔が身長の3分の2を占めるほど大きい女性キャラクターで声も天童自身が当てているが、両津の問いには天童よしみではないと答えている。映像の途中、天童が過去に OP を担当したアニメ 稲カッペ大将のパロディとなるシーンが存在する。使用期間中の数話の OP で曲の途中を省略するバージョンが放送された。また、第222話では内容に絡めた演出として OP 中に両津の顔がモザイクで隠されたこともあった。冒頭で流れる、テレビを見るときは部屋を明るくして、離れて見てくれよ、と両津が言う注意と終盤の提供クレジットが、 OP と連動している。かつしかラプソディー、やむやむバージョン、作詞、森行きの城、作曲、道島公平、編曲、歌、やむ、やむ、オレンジ仕様、第300話、第344話、第343話、SP 回、SP17SP SP。使用期間中の数話の OP で、曲の途中を省略するバージョンが放送された。ED は、 OP とは逆に使用期間が短い曲が多いが、おいでよかメアリはレギュラー放送時、4度にわたって繰り返し使用された。そのため、使用回数はトータルで一番多い。劇場版の公開直前には、劇場版の主題歌が使用されていた。スマイル作詞、作曲、編曲、渡辺誠、歌、ホフギラン使用、第1話第12話、7話から、 スタッフロールに縁取りが付けられた。いいことあるさ作詞。作曲、加藤久志。編曲、伊藤銀次。ザ・コレクターズ。歌。ザ・コレクターズ。使用、第13話第35話。SP 回、SP1。宿女の夢は。万華鏡作詞。森行の城。作曲、佐橋俊彦。編曲、岩本正樹。歌。大きな恵み使用、第36話第72話。 ED アニメーションは玲子を中心に描かれた。ブウェイのビアビア作詞、作曲、歌、マイナス書、ジョージ、編曲、井上寛仕様、第73話第120話、SP 界、SP4、SP5。キュン作詞、マキミのるえみ、作曲、春畑道也、編曲、春畑道也、池田大輔、歌、金井仕様、第121話第135話、第13 ED アニメーションはマリアを中心に描かれた。君と僕作詞、作曲、平木隆、編曲、ザラブ、富田健、歌、ザラブ仕様、第136話第143話。毎日、ノープロブレム作詞から、上野恵子、作曲、編曲、佐橋俊彦、歌から、小町、安ンドナオ仕様、第152話第191話、SP 回。 sp8。使用期間中の数話の ED で、曲の途中を省略するバージョンが放送された。ナイスな、心意気作詞、戸沢徹美、作曲、飯田武彦、編曲、石塚智夫、歌、嵐仕様、第229話第252話、sp 回、sp11、sp12。初仕様となる、第229話では、 ED の前に黒いスーツとサングラスを着用したに、闘神のアニメキャラクターになった嵐のメンバーが、発出所を訪れるミニドラマが挿入された。なんでだろう、量産バージョン、なんでだろう、こち亀バージョン2曲ともに作詞、歌から、鉄とも、作曲、とも、編曲、三沢又郎ろう仕様、量産バージョン第271話第281話、SP 回、SP14。 コチカメバージョン第282話第291話 SP 回、SP15 はい、いらっしゃい作詞作曲歌ナイス怪人仕様第292話第299話 SP 回、SP16 コチカメの ED 曲の中では最短の使用期間であったジュゲムコチカメバージョン作詞古典落語川崎敏郎作曲編曲関川秀行 歌、両津勘吉大江戸大風俗使用、第327話から、第340話、第343話、SP 回、SP18。第341話、第342話、第344話は DVD ではこの曲に変更されている。期間限定 ED、編集、葛氏からアプソディ作詞、森幸之丞、作曲、堂島公平、編曲。 中山つと道島公平、歌、道島公平使用、SP7、SP26 気持ちだよ作詞、高鎮歌、作こちら、葛飾区亀有り公演前派出所ザムービーの主題歌。第180話、第278話では挿入歌として使われた。ほんの些細な恋だからマリアのマンボ作詞、ラサール石井、作曲、編曲、佐橋敏彦。 歌、両津&、朝里と愛しよ SP8。ロボ掲示板長の歌作詞、西園悟る、作曲、編曲、山崎敏明、歌、両津勘吉使用、第163話。おいでよ亀有作詞、ラサール石井、作曲、編曲、佐橋敏彦、歌、両津勘吉と、こち亀ウィン合唱団使用、第192話第228話。 第260話、第270話、第309話、第326話、第341話、第342話、第344話、第343話、SP 界、SP9、SP10、SP13、SP19、2005年3月27日、SP27。元は OP 曲だったが、ED 曲としても使用された。 sp1sp8 は DVD ではこの曲に変更されている。おいでよメアリの ED アニメーションは1度目の ED 使用期間中に5回変更されている。初使用時の sp9 では特殊掲示家掲示ファイルとして特殊掲示たちの過去の登場シーンを順に流すアニメーション第192話から第198話まではこっち亀言えるかな という過去登場したキャラのワンシーンを流すアニメーション、第199話から第201話までは、こっち亀言えるかな回答編、第202話から第217話までは、ネガの中に、今までのエピソードのワンシーンを流すアニメーション、第218話から SP11 までは、両つの少年時代のエピソードを映画風に編集した、ものが使用されている。 第218話から制作の朝釣り 2K の表記が朝釣り系となった。2度目の ED 使用時は260話から270話までは1度目と同じネガの中にエピソードを流すものが使用された。309話から使用終了までおよび DVD 版の SP1、SP8 では背景に流れるシャボン玉の中に今までのエピソードのワンシーンを映したものが使用された。また、 この映像の時のみ、サビを歌い終えた直後に、両津が、もう一丁。と叫び、サビがリピートとされる。歌詞に合わせたアニメーションは、OP のみである。夏が来た。なぎさの女王様より著作詞へすすなかの、作曲、ダニー・ハミルトン、編曲、西脇達也、歌、女王様仕様、第253話第259話。初代 OP のアニメーションを流用しているが、 OP 時代にタイトルロゴが表示されていた。冒頭部分は2代目 OP、Everybody Can Do。冒頭部分のアニメーションに差し替えられている。DVD では、おいでよ亀有に変更されている。語れ、涙、作詞、作曲、編曲、歌セックスマチネ軍使用第300話第308話。こちら、葛飾区亀有公演前派出所ザムウービーに UFO、襲来。 トルネード大作戦の主題歌。DVD では、おいでよカメアリに変更されている。東京発する音の作詞から平みみはる、作曲、編曲、山崎俊明、歌、チャーリー小林仕様、第136話。ロボ刑事番長の歌作詞、西園悟る、作曲、編曲、山崎俊明、歌、両津勘吉仕様、第162話。 少女漫画刑事の歌作詞、西園悟る、作曲、編曲、山崎敏明、歌、麻ウル理科使用第167話。亀有は、昨日も晴れだった作詞、ラサール石井、作曲、編曲、佐橋俊彦、歌、斎藤玲と、小ち亀ウィンが商談使用第172話、第199話、第237話、第265話。 第301話。ここでの放送日はフジテレビチョンにおける放送日を指す。以下順番は本放送順。話数は前日の FOD での配信順に基づく。全344話 TVSP 全27回。原作はコミックス大難関の第何話を題材にしているかを指す。収録は VHS。こちら、葛飾区亀有公園前発出場。 無印、レンタル DVD、こちら、葛飾亀有公園前発出所量産奮闘編を、奮闘編、レンタル DVD、こちら、葛飾亀有公園前発出所スペシャルを SP と省略して記載する。第1作、編集タイトルは、こちら、葛飾亀有公園全覇出所ザムービー。1999年12月23日に、東方形で公開された。 カメアリに出現した謎の爆弾犯に、両津が女性 FBI 捜査官、星野リサとコンビで挑む。監督をテレビシリーズ3代目監督の高松真嗣が、脚本を大川俊道が務める。詳細は、こちら、葛飾カメアリ公演前派出所ザムービーを参照第2作。編集タイトルは、こちら、葛飾カメアリ公演前派出所ザムービーに UFO の襲来。 トルネード大作戦。2003年12月20日に、東方系で公開された。両津が小学生時代の親友の娘、ミーナと共に、ハワイと日本を巻き込んで、UFO や、竜巻、親友の死の、前作に引き続き監督を、高松真嗣、脚本を、大川俊道が務める。詳細は、こちら、葛飾区亀有公園前派出所ザムービーに UFO、襲来。 トルネード大作戦。を参照詳細は、アニパラあなたのヒーローは誰ですか第4弾、エピソード4ゴールボールを参照番台ビジュアルでは、テレビアニメのビデオ、レンタル専用 DVD を、ポニーキャニオンでは、TVSP 版のビデオをリリースしている。ビデオは、全32巻、DVD は、全54巻。TVSP 版はビデオで6巻分が出されたまま、発売が止まり、長らく、 ソフト化されていなかったが、2010年5月28日より、レンタル DVD がリリースされた。また、ビデオに収録されていたエピソードのセレクション、DVD も2006年と2016年に発売されている。レギュラー放送時の TVSP 版と、レギュラー放送終了後に放送された TVSP 版のレンタル専用 DVD は、2010年5月28日より、 レンタルが開始された。日本コロンビアから過去に2枚のサウンドトラックが発売された。2枚とも廃盤となっていたが、2007年3月21日に音楽集がアムアメックス1200レーベルで再発売された。音楽集2の再発売については未定である。なお、未収録曲も多数存在するが、これらの CD 化はされていない。その他、 劇場版のサウンドトラックが2枚、歴代主題歌を収録したコンピレーションアルバムが1枚存在する。詳細はこちら、葛飾区亀有公園前発出賞参賞1985年11月23日にジャンプスペシャルアニメ大更新イベント用として制作され、会場上映された作品である。コミックス第43巻収録のバチ当たり。 量産の巻と第45巻収録のシルバーツアーの巻の2本が映像化された。一部のキャラクター設定が原作と異なっている。1988年にジャンプのプレゼント景品としてビデオソフト化、当選者に配布された。イメージソングは1985年11月発売のアルバム、こちら、葛飾区亀有公園前発出所に収録された。 スタッフキャストイメージソングレーベル、日本コロンビア、ポリスマンは強いぞ。作詞、作曲、山本正幸、歌、宮内孝之、発出書の夜は更けて作詞、山本正幸、作曲、柏原信彦、歌、宮内孝之、昭和一桁巡査部長作詞、作曲、山本正幸、歌から佐正則、下町ららばい作詞、作曲、山本正幸、歌、 荒川つありがとうございます。